こんにちは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、凶悪犯罪についてね、ちょっと様々なお話をしてみたいなと思います。凶悪犯罪ね、大体これ殺人とかね、本当にこう悲惨なね、犯罪といってもね、言えると思うんですけども、これですね、どういったね、人がね、なりやすいとかね、あるいはね、どういう原因でなりやすいんですかとか、どういうふうにすると減らせるんでしょうか、こういったね、ことをちょっと話してみたいと思います。日本で、治安がね、悪化している、こういうようなね、誤解が実は広まってます。科学的にね、データを見て調べてみますと、むしろね、犯罪者がね、減ってきてるって言えるんですね。つまり、マスコミ報道ではね、強調されがちな凶悪犯罪、ただ実際件数とか見ると明らかにこう年々減ってますよということで、これはね、グラフで出してますので、皆さんね、後で確認してくださいということですね。あとですね、今何かしら懲罰的なものをねして反省を流すっていうよりも、科学的なねエビデンスに基づいてね、例えば治療とかそういったものをすることによって再犯率を低下させましょう、こういった、ね、アプローチがされてますということです。アメリカのね、犯罪学者テリー・モフィットによるとですね、犯罪者っていうのはね、大きくね、2つのタイプに分けられますっていうんですね。それはですね、成年期間限定のですね、犯罪者と、生涯継続型の犯罪者ということでね、青年期の場合、思春期から青年期にかけてね、精神的にこう不安定な時期、こういったことでね、窃盗行為、暴行、あるいはね、集団での暴走行為なんかね、する、こういったね、人たちは成長して精神的に落ち着いてくるとね、そういう問題行動を起こさなくなりますということで、昔やんちゃでしたっていうようなね、人がこういう人に含まれるのかなと思います。一方ですね、生涯ね、継続型、これはですね、文字通りね、もう生涯にわたって犯罪を繰り返すということですね。こういう人がね、大体ですけど、パーセントにすると数パーセント、だけどですね、全犯罪の中での占める割合というのが、なんと6割以上も関与してるってことなんですね。このね、生涯継続型のね、犯罪者、これがね、実は、本当にね、社会で大きな問題を起こしてますということですね。この中でね、いろいろね、例をね、挙げさせていただきますと、池田翔のね、宅間守るですか、こういったね、人なんかね、出てくるのかなって思います。非常にね、分かりやすい例なんですよね。ですから、ちょっとね、お話ししてみたいななんて思うんですけども、彼はね、小学校の頃にはね、猫を新聞紙にくるんで燃やして殺すなんてね、残虐な行為、あるいはね、同級生のね、への暴力、こういったものがね、問題行動をね、頻繁に行っていたということで、中学校に入ってもね、暴力沙汰、万引き事件などを繰り返してますということで、これはね、反社会的パーソナリティ、反社会的認知、犯罪的にね、こう入るわけですね。高校中退してね、自衛隊入るも、家出少女との淫行が発覚し、退職。その後も仕事を転々としていた。これね、教育、職業上の問題ですね。21歳の時には強姦事件で刑務所に入り、出所後は親から監督されている。これ家庭内の問題と言えますね。その後もね、傷害事件や職場の同僚への薬物混入事件、強姦事件などいくつも、事件を起こしました。そしてね、2001年、当時37歳ですね、包丁2本を持ってね、小学校に侵入してね、児童と教師をね、襲ったと。8人の児童がね、亡くなって、13人の児童と2人の教師が、重軽傷を負いました。精神鑑定が、ね、行われたものの精神障害認められず、2003年に死刑が宣告され、翌2004年にですね、死刑が執行されましたということでね、いろんな、ね、要因が、ね、含まれてます。その要因、これね、犯罪の危険因子、セントラルエイトとも言いますけども、こういった、ね、危険因子がありますよということでね、
まあ、犯罪歴のある人、ね、少年の頃からさまざまな、ね、犯罪非行歴がある後に、反社会的交友関係、まあ、反社会的傾向を持つ者との交友があること、健全な仲間からの孤立ということで、反社会的認知、犯罪やルール違反を肯定するような価値観態度、反社会的パーソナリティ、攻撃性、冷酷性、共感性の欠如、衝動性、刺激、希求性など入りますね。家庭内の問題、家庭内の不和、しつけ不足、教育、職業上の問題、学校や職場の成績不良、退学、無職であること、物質使用やアルコールや違法薬物の乱用、余暇活用、健全な余暇活用ができないこと、このね、8つ、これがね、まあ、犯罪者に、まあ、多いかなと言われてます。これでですね、まあ、今のね、凶悪犯罪が起きている、まあ、いろんなね、要因考えるとね、まあ、生涯にわたるそういった犯罪成功があり、まあ、こういったセントラルエイトがたくさんね、まあ、重複すればするほど、まあ、犯罪をさらに起こしやすくなりますよということで、まあ、逆に言うとね、大部分の人は本当に関係ない話なんですけど、その一部の人が起こすことがものすごいインパクトがあるというようなね、こともね、言えるのかなと思いますね。私たちがね、脅威にさらされ、いつね、何時ね、そういった犠牲になってしまうかもしれない。まあ、こういった恐怖っていうのはね、皆さんね、終わりかと思います。まあ、ちなみになんですけども、どうでしょうか。10万人あたりのね、殺人発生率、これね、2018年のものなんですけども、これで見るとね、日本、10万人中ですけど 0.3 人の殺人が発生してますということですね。ちなみにね、南アフリカこれがね 36.4 人、メキシコ 29.1 人、ロシアね 8.2 人、世界平均ですと 5.8 人ですね、10万人あたりね。アメリカも 5.0 人ということでね、こう日本より下を見るとね、シンガポールなんか 0.2 人ですね。日本よりちょっと上見ると中国が 0.5 人、韓国 0.6 人、まあ、ということで、まあ比較的ね、日本っていうのは、まあ殺人事件そのものは少ないですよ、ともにね、言えるんですね。ですからね、まあやっぱりこう、アメリカのような銃社会でもないし、まあ、非常にね、こう、まあ貧困が犯罪を生むんじゃないんですけど、貧困の環境で、まあ、セントラルエイトっていうものを、まあ、どうしよう、内包してしまうっていうんですかね。まあ、こういったことはね、まあ、犯罪の多さに起因するっていうことですね。まあ、実際問題、いろいろね、調べていくと、実はですね、学歴の肯定と貧困か、まあ、富裕層かということで、まあ、あるいはね、精神疾患、ですね、こういったものがね、犯罪の原因となるっていうようなデータは正直ないですということなんですね。つまり逆に言うと、貧困とかね、貧困問題とか、こう精神疾患の問題、これをいかに解決したからといっても犯罪はなくなりませんよっていうことも言えるんですね。皆さんは、本当そうなのなんていうことですけども、やっぱりね、問題はね、認知の歪みなんですよ。自分のしてることを社会的に見ておかしいと思えない、まあ、こういったことがね、実はね、この犯罪のですね、まあ、やっぱり起因あるいは素因、そういったものにね、原因にもなってしまうということでね、まあ逆に言うと、こういった認知の歪みを正してあげることによってですね、犯罪の件数を減らすことができるんじゃないでしょうかと言われてますね。一方ね、このサイコパスって言われてる人、この人たちはね、認知の歪みっていうよりも、もう脳の気質にちょっとね、問題がありますよっていうこともね、言われてます。まあ遺伝的な要因ですね。ですから非常にね、治療が困難であるとも言われています。 100% 治すこと、これがねできなくても治そうとする、ね、治療を諦めない、まあ、こういったことをね続けることでね、
より今よりも安全な社会、こういったものをね作り上げていくために必要なことなんじゃないか、まあ、こういうふうに、ね、思いましてね、一本ね動画作らせてもらいました。ともするとね、排除すればそれでいいだろう、ね、そう考えがちかもしれません、うん、それが確かに間違いなくできるんだったらそういうことが可能かもしれません。だけどどうでしょうか、そういうことが果たしてできるでしょうか。もしできると考えてるんであったら、そのできるっていう価値観、そこを少し疑ってみた方がいいのかもしれませんよ。ご自身が正しい、周りが間違ってる、こういった認知の歪み、どうでしょう、犯罪の温床になりかねないんじゃないでしょうか。まあもちろんそういうふうに考えれば誰もが犯罪者になりうる可能性がある、そういったことも言えるんですけども、まあそれがね実行に移されるか移されないか、これはまたね結果としては別問題ということで、だから私たちもね、あのより良い社会にするためにはね、他人のしたことをね責めるだけじゃなくて、自分たちが何ができるかな、まあ、こういったこともね合わせて考えていく、そういった必要があるんじゃないかと思いましてね、一本ね動画を作らせてもらいました。本日もね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。